ゴードン・マレー、ゴードン・マレー、ゴールドン・マレー、1946年隊は、南アフリカダーバン出身の著名な自動車デザイナーであり、多くの F1 マシーンをび、マクラーレン製、ロードカーを設計した。聖はマーレー、または、マーレーとも表記される。故郷の南アフリカで過ごした、青年時代は、製図工として働く傍ら、大学の定時制コースで工学を学んだ。 オートバイレーサーの父と同じく、マーレイも自らレーシングカーを製作して、クラブレースやヒルクライムレースに参加していた。1969年、単身イギリスに渡り、レースエンジニアとしての職探しを始める。ロータスには働き口がなかったが、海よく、ブラバムで最初の職を得た。ブラバムに、新オーナー、バーニー・エクレストンが就任し、開発部門から、 ラルフ・ベラミーが離脱すると、マーレーがチーフデザイナーに昇格した。1973年の BT42 に始まり、1985年にかけてマーレーのデザインしたブラバム製車 C はグランプリで22勝を挙げ、1975年と1981年にはコンストラクターズランキング2位を獲得。さらに1981年と1983年には、 ネルソン・ピケをドライバーズチャンピオンの座につかせた。マレーのマシーンは三角形の断面を持つピラミッドモノコック、表面冷却の BT46 プロトタイプ、ファンカーとして知られる BT46 バイトなど、個性的なアイデアとレギュレーションの盲点をつく、意外性飛んでいた。1970年代には、いち早くウィングやブレーキディスクにカーボン素材を導入したが、 モノコックに関しては合成を不安視し、しばらくは従来のアルミハニカム素材との併用に止めてた。1981年には当時の車高 6cm 規定をクリアするため、走行中に車高を下げられるハイドロニューマチックサスペンションを搭載した BT49 を開発。1983年にはレース中の再給油作戦を想定し、燃料タンクを小型化した。 BT52 を開発するなど、ライバルチームを出し抜く発想で優位を得た。1983年にフラットボトム規制が始まって以降、マシンゴテーブを跳ね上げることで、グラウンドエフェクトを発生するデザインに反発し、前後を低くして前後ウィングのダウンホース発生効率を大化するローラインコンセプトにこだわった。その顕著な作品が百八十六年の b t 十五。 マシンの前高を低くするために BMW 自家4ターボエンジンを水平方向に73度傾けて搭載した。そのフォルムは他のマシンより異様に平たくスケートボード、フラットフィッシュなどの異名を取った。エンジンを傾けるアイデア自体は1950年代のメルセデスベンツ。 W196 という成功例があったが、BT55 ではトラブルを頻発し十分な成績を上げられなかった。BT55 の失敗と、ブラバムチームの弱体化により、1986年、マレーはマクラーレンに移籍した。最初の仕事は、前任のジョン・バーナードの置き見上げというべき、MP4、3の改良であった。年に、マレーは、 BT55 でのアイデアを元に、車高を低くした MP4-4 をスティーブ・ニコルズと共に設計、開発した。BT55 に搭載されていた BMW 製、自家4ターボエンジンは重心を下げるため横しに、搭載したためマシンの重量バランスが左右非対称になるデメリットがあったが、ホンダ RA168E は V 型6気筒レイアウトのため基本的に、 低重心であり、左右対称に搭載することができた。そのため、マレーのアイデアを実現するためには、交通合であった。なお、マレーのオーダーにより、ホンダは、RA168E のクラッチの枚数を増やし、小道を小さくしている。クラッチが、小型になることで、エンジン搭載位置をさらに下げることができるからである。結果的にこのマシンは、アイルトン・セナとアランプロストという当時の随一の、 ラインナップとホンダエンジンの戦闘力も相まってグランプリ全16戦のうち15戦で勝利しセナに初のドライバーズチャンピオンを与えマクラーレンにコンストラクターズチャンピオンを与えたこの時獲得した199ポイントは2002年にフェラーリに破られるまではグランプリ上最高得点であったしかしこの年をもってマレーは下一マシンのデザインから退き ロードカーのデザインに転身した。1991年から2004年まで、マレーはグループ会社のマクラーレンカーズに在籍した。主な仕事としては、マクラーレン会一の設計である。彼は、マクラーレン会一のデザインについて、会一マシンの設計よりも考える部分が多くて、非常にチャレンジしがいのあるプロジェクトだったと、10回している。また、 コーリン・チャップマンの軽量哲学を彷彿とさせるように、バレエは、ライトカーカンパニーで、ロケットを設計した。これは1リッターのバイク用エンジンを搭載した、オープンシートの軽量自動車で、1960年代の、グランプリカーに似た外観を持つ。また、イギリスやアメリカの自動車雑誌に寄稿する傍ら、キャパロティー1プロジェクト、ホーミュラカーのコンセプトで設計された、 行動向けスーパーカーにも関与している。現在はマクラーレンを離れ、自身のデザインスタジオであるゴードン・マレーデザインを率いて、大都市向けの小型コミューターカーなどの設計、デザインなどを行っている。2011年にはトーレが開発した電気自動車 T-Wave AR-1 の開発に関与した。2011年、ロードカー部門の顧問として、 グループロータスに加入することを発表した。ただしロータス専属というわけではなく、他社の仕事も並行して手がけている。2013年にはヤマハ発動機の試作小型車、モッタブを共同開発している。2015年には経営再建中の ATVR と契約し、同社が2017年に発表予定の新型車のデザインを手がけていることが明らかになっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。